どうもよろしくお願いいたします。今日は久しぶりに、戦国武将で、太田道灌の話をしようかと思います。太田道灌は、戦国でも、初めの頃のに活躍された方で、ちょうど時代的には箱根小田原の北条早雲と同時代ということが言えます。よく言われるのは戦上手であるとかですね、和歌の達人というようなことを言われます。また戦国時代初めて江戸城というのを作ったということで、徳川家康につながる先見の明のあった方だというふうにも言われます。で、あちこちにですね、史跡のようなものが残っております。なんで、関東の人は、大体聞いたことがなんとなくあるかなと。太田道灌という方はですね、あるんですけども、この方はですね、要するに、トップの方ではないんですね。要するに扇ヶ谷の上杉家の家裁ということで、言うならばナンバー2っていうんですかね、家裁っていうのは、いうような立場の方です。戦国始まった頃、ちょうどですね、上杉家っていうのは、こう関東を仕切っていましたが、これがですね、上杉家っていうのは4家ありまして、山の内の上杉家、扇ヶ谷の上杉家、それから宅間上杉家、犬掛上杉家という、4家があります。そのうちですね、太田道灌がいたのは扇ヶ谷の上杉家で、この扇ヶ谷の上杉家というのは、関東官僚というのに、なる立場ではなかった。山の内の上杉家、もしくは犬掛の上杉家という2家が大体仕切ってて、その下についていたということです。で、道灌自体はですね、扇ヶ谷っていうのは鎌倉ですんで、鎌倉で、こう幼少期から、こう学問を修めた、鎌倉五山で、勉強してですね、五山無双の学者なんていうふうにも言われたようです。それほど、こう秀才であったということなんですが、これは若かりし頃はですね、主に父の、助長という人と共に行動してたんですけども、親助長がですね、非常にこうあまりもこう賢いんで心配した。それで幼少期に言ったのがですね、知恵が過ぎれば大義に至り、知恵が足らねば災いを招くと、こういうようなことを言ってですね、障子は直立してこそ役に立つというふうに言ったらですね、道灌はですね、屏風は直立しては倒れてしまい、曲がっていればこそ役に立つなんていうふうに言い返したなんていう、こう話も、残っています。で、太田道灌はですね、落語なんかでもですね、山吹の歌というのがあって、知られているんですけど、これがですね、この山吹の話というのが和歌を始めるきっかけになったということです。ある時に狩りに出かけたらですね、雨に遭ってしまってですね、ある農家を訪ねます。それで蓑を貸してくれというふうにお願いするんですけども、そしたらそこのからですね、一人の娘が出てきて、一枝のですね、山吹を差し出して頭を下げた。それを見てですね、道灌はこの人は何を言ってるのかと、この子は何を言ってるのかとさっぱりわからなかった。で、びちゃびちゃになって帰ったんですね。で、帰ってですね、老人に聞くわけです。これはどういう意味なんだろうと、言ったらですね、七重八重、花は咲けども山吹の、蓑の一つだに泣きぞ悲しきと、こういう古歌がある。多分ですから、蓑もないんだっていうことを、こう山吹の枝を示してですね、答えたと、いうことを知るわけです。そのことによってですね、自分は、鎌倉五山ので勉強してましたから、漢詩の方は、非常によくやってたんでしょうけど、和歌というものはそれまでやってなくてですね、非常にこれを恥と思いまして、それから、和歌を始めたということです。で、ここにもですね、あちこちにこの山吹の里というのが、と言われているところがあってですね、豊島区のですね、高田面影橋の近くとかですね、そこに山吹の里の碑とかですね、
私のまあ宗派でもですね、臨済宗で、町屋の白泉軒というお寺がありますけども、そこにも、山吹の里の碑というのもありました。それから新宿にもですね、山吹町というのもありますし、大瀬というところにも山吹の里と言われるところがあります。まあ大瀬にあるのはですね、まあこの道館がやっぱりここにお城を作ったというまあこうとこからまあここら辺ではないかということで、まあ多分、そういうものが、まあできたのかなというふうに思います。でまあこの方は初め五山で勉強しますが、後にですね相国寺の万里和尚とかですね、あとまあ曹洞宗の方の運行和尚という方についたということです。有名なのがですね、芝の青松寺と青い松の寺と書くんですけど、がこの方の、この方のというか道館の建てたお寺ということで知られています。で道館の話では、他にはですね、まあこう、まあ、禅門塔をやるんですね。で、まあ、門館十二足というところに、随願寺の飛行将という方がいらっしゃって、その和尚の、まあ、有名な話で主人公というのがあります。これはですね、自分でですね、まあ、毎日ですね、この和尚はですね、主人公って言って、はいと返事してた。で、まあ、それに続いて、しっかり目を覚ますよ、はい、流されない、人に流されないよ、はいはい、了解と、まあ、こういうふうにこう、一人でこう、言っていたということなんですね。で、まあ、それで、まあ、こう、主人公という話がこう有名なんですけど、この飛行将のお弟子さんで、お弟子さんがですね、ある時源社和尚という人を訪ねます。でその源社和尚が あなたはどこから来たのかと聞いたら、随願寺から来ました。で、まあ、随願寺ではですね、その飛行将、まあ、有名ですから、和尚はどういう指導をされていたのかと聞いたらですね、毎日主人公と叫び答えていました、いうふうに答えるわけです。でそれでその後ですね、なぜそこにとどまらなかったのかと、聞いたらですね、飛行将がですね、亡くなってしまったと、あそうかと、それでその後ですね、今、彼に主人公と言ったらどう答えるだろうかと、まあ、こういうふうに今こう言ったという話が残ってるんですね。で、まあ、それをまあこう、その運行和尚がですね、禅門徒として、まあ、この、道館に与えた。で、まあこの時代ですね、まあ他でも言ったかもしれませんけど、結構禅宗という括りでそれほど今みたいに厳密じゃなかったんですね。ですから、まあ禅僧、まあ、曹洞宗は現在あまり禅門徒とかやりませんけども、この時代はもうそういうことをまあやられたようで、そういう門徒のこう問題をこう与えてた。して、まあ、ある時に、まあ、それこそ先ほどもちょっと言いましたけど、大瀬というところに行った時にですね、巡礼中のですね、老人に会います。で、あなたは どちらからいらっしゃったんですかと聞いたら、自分は京都から来たと言った、答えた。対して、京都っていうのは三四水明の良いところでしょうという話を、まあ、会話をしてたわけですね。たらその時に遠くで寺の鐘が鳴った。でその老人はですね、あの鐘はですね、都で聞くのと同じような気がすると、まあ、こういうことをまあ言った。したらですね、まあ、この言葉をですね、こうひらめいてですね、まあこう、その、まあ、門徒の答えが分かったと、まあ、そういう話なんですね。で、まあ、帰ってその運行和尚にですね、主人公はどこにあるのかと問われた時に、月光の中、山は寺の鐘に答えると、まあ、こういうふうに言ってですね、まあ、それを認められたという話です。まあ、細かいことはですね、まあこう、まあ、
それぞれ皆さんで考えていただきたい。それがどういう意味なのかということは、まあ禅モットーですから考えていただきたいんですけど、まあそういう話も残っています。それからまあこの方は非常にこう亡くなる時残念だったんですね。要するに、まあ話によると、その山の内の上杉がそそのかしてですね、大井ヶ谷の上杉の大将にですね、あれがずっといるとですね、こう自分が今度狙われるぞみたいなこう音を言ってですね、それによってですね、こう自分の大将に騙し討ちにあってしまうんですね。まあこう呼ばれてですね、風呂入って出てきたところを狙われるし、でまあその時にですね、そのまあ和歌の達人だということで、まあこう襲ってきた人間が、かかる時、さこそ命の惜しからぬ、惜しからめか、というふうに、まあ、こう言ったらですね、その道館さんはですね、かねて泣き身と思い知らずをというふうに、まあ、和歌の後半部分を答えた。まあ、要するに、まあ、こう死者はですね、命が惜しいだろうと、まあ、こういうふうに言ったら、元から存在しない自分を悟っていればそんなものは何でもないんですよと、まあ、こういうことを言った。それでまあこう槍かなんかに刺されて亡くなってしまうんですが、その時に東方滅亡ということを叫んだ。まあ、実際にですね、まあ、こう自分がいなくなったら大井ヶ谷は潰れてしまうと言ったんですが、実際にその後そういう通りになってしまったと、まあ、こういう話です。まあこういう、まあこう戦国武将もいた。そしてその方は禅を信仰して、まあ、最後の言葉はこの人の、まあ、分かったところというのを示しているのかなと、まあ、要するに自分が、本来存在しない、そういうものが分かっていれば何も恐れるものは何もないんだよと、まあ、こういう境地に至っていたという話です。まあ、今日はそんなことで太田道館というお話をさせていただきました。